そろそろなんか単独の稽古に入るみたいな言っとったわ。そういえばダウ9万が、え、名字なん、靴なって。うん。あ、そうなんや。うん、名前やと思ってた。あ、靴なちゃん。うん、あ、まあどっちにしろ可愛いか。うん、確かにね。で、聞いてくれてるって言っとったで、ラジオ。そうそうそう、ありがとう。全然覚えてなかったやろ。覚えてるっちゅうね。みかもろたゆうたやん。顔覚えてる。覚えてるよ、ほんま。これやん、うん、今見たやん。ほんじゃ、ダウ9万の男女比言える、うん、あ。ダウ9万何人で男女比言えるか。1対5やろ。タイってね。1が1男やろ、ハスミで、うん、で、おはと女。え、あいつ女回しな。そうだね。意外と44やで。あ、そうなん。そう、8人の44らしいよ、うん、あ、そうなんや。そうそうそう。え、漫才の時減るんやったっけ。漫才の時は5人、うん、うん、5人になっててね。だ、もともと10らしい。へえ。10で1人2人で、あ、前も言ったかもしれんけど、ボケで私いつや、あれ渋劇、年末の渋劇の時にダウ9万と一緒になって、うんうん、ほんで、あの、ダウ、おはようございますみたいな、うん、おい、お、2人抜けたんやってボケで言ったら、うん、はいって言ってたから。それだから、今後も当てていこうと思ってるけど。減ったり増えたりしたら、減ったり増えたりを感じしていこうかなと。そんな減ったり増えたりしていいんや。あかんかん。あかんよ。もうもうカチッとなったらしいで。あ、今はもうもう8で、もう8でいこう。そうそう。で、もうあと2人減ってもうたら6やから、うんうん、もう6は超新塾やから、そうか。もう普通。多いボケとしてはもう普通やから、1個やっぱ超新塾が基準を作ったっていうことはあるよね。うん。あれ、超新塾も減ったんやっけ。超新塾今2ぐらいちゃう。2やけど、革ジャンを6羽織ってる。枚数を増やしたんか。33で羽織ってるんじゃなかったか。違いましたけど、ということでございまして、今週もご陽気にお送りしましたけども、はい、ね、はい、5月病をね、吹っ飛ばしていきましょうみたいな、うん、オンエア前に、西畑が言ってきて鬱陶しかったですね。鬱陶しかった。その LINE で仕事してないんですけどね、うん、別に。鬱陶しかったけど楽しくできたと思う。そのおかげで結局ありがとうございます。さあ皆さんも、はい、残り頑張ってください。はい、美名フェイクニュース送ってな、絶対いっぱい、一人いっぱい。